皆さんこんにちは。こんにちは。大谷県不動産屋のひろたです。今日はですね、ゲストになんと札幌のです。原さんに来ていただきました。はい、どうも。お願いします。早速ね、原さん見てる人どんな人かなってわかんないんで自己紹介をお願いします。北海道の札幌市から来ました原田です、はい、北海道大谷塾っていう勉強会2011年からかな。あ、じゃあもう一回り。そうですね。で、JREC、不動産実務検定の北海道支部っていうのは2010年から立ち上げております、はい、ちょうど12年、うん、一回りですね。そうですね、うん、で今日北海道から僕の他に3人、はい、4人、合計4人で遊びに来てます。はい、吉行さんのシェアハウスを見に来てます。はい全部人力でやっておりますこの周りですね、気になってる人いらっしゃるかと思うんですけど、これは渡辺義行さんのですね、いますね渡辺義行さんのやってるシェアハウスの、リビング共有部からお送りしてます。原さん、普段はお仕事はどんなお仕事されてますか？普段は不動産のコンサルティング、うん、あ、はいはい、宅建業持ってるので、はいはい、アパートマンションの普通の売買やったりとか、建築の企画お手伝いしたりとかっていうことで、例えば春これから着工するやつは札幌市内で8階建ての賃貸マンションをオーナーさんのやつで、借地だったやつ、借地の底地持ってたやつを建物4棟うちの方で交渉して1ヶ月買ってオーナーさんに買ってもらってみたいな、3年がかりぐらいでやって、で今そこに行ったんです。素朴な疑問なんですけど、やっぱり札幌市内でも借地の物件というのは多いんですか？全然少ない。でもね、こうやっぱり地方だと借地って、僕なんかは好きで結構借地を買っちゃうんですけど、うんうん、地方だとあんまり聞かない。逆に地方の方をお連れして、うん、借地なんだよねって言うとびっくりされますよね。北海道小樽とか古い町なんで、うん、意外と借地あるんですよ。あ、そうなんですね。古い町の方が借地あるんですね。もともと小樽が北のウォール街とかって、そうですね、はい、北方船とかで、ね、はい、来てて、はい、その当時に持ってた人たち、うん、本州の人も多くて、うん、で借地が多いんです。なるほど。実は坂本龍馬の子孫がね、北海道に来てるんですよね。だから小樽とか土佐の方もともと持ってるから、ね、なるほどですね。札幌市はね、もともと開拓地ができたんですよ、ね、そうですね、明治以降ですからね。そうとんでん兵からですからね。そうだから、その借地って意外と少ないかもしれない。亀山社中の人間も結構行かされてるし、だから昔のルートは日本海側から、まあ、松前行って小樽に上がるのか、うん、太平洋側は十勝のどっかあの辺に上がったんですよ。うん、で、こう攻めてきて、札幌って結構後の方に開発されただと思いますね、町ですよね。だからまあ借地が少ない、まあ屯田兵が入ってるところ、本当古いところでも少し残ってるところがある。ああ、そうなんですね。珍しいです、見たことない、こんな借地は。あ、本当ですか。まあ東京都内だとやっぱり全然一般的で、確かに。でも都内でも、うん、古くからの町の方が借地多いじゃないですか。まあ、下町地区の方がやっぱり借地って多いですから、まあ足立区なんかもそうですけど、大田区とか品川区もね、あの辺とか多いですもんね。やっぱり今もう借地関連のことばっかり今たまたまやってますね。僕らもその中でJRECで、うん、はいはい、借地の授業ってあるんですよ。ありますね。誰一人よく分かる。やっぱり感覚がピンとこないですよね。そうなんだ。小樽とか行くと市で持ってる借地とかあるんですよ。そういうのやってる人いるけど、本当にガチの借地ってほんと少ないんですよね。市で持ってる、そこ違う、半額したとか、はいはい、財務省、意外と東京都にも財務省が持ってるありますね。その場合は買えることが多いです。というか手放したいでしょう、ね、そうそう、そこじゃ同時に、ね、だから財務省の持ってるものは買った方がいいっていうのが、借地権付きだったものは買った方がいいっていうのが、一般的ですけど。なるほど。他にどうなんですか、北海道の、例えば札幌ならでは その賃貸経路とかね、大家さんならではの話ってあるんですか？例えば雪かきの話だとか。雪かきも物件によるんですよね。駅地下で、駐車場もほとんどないような物件だと、なんかみんな、ね、除雪費がかかるとか、ロードヒーティング代がかかるとか、よく聞きますよね。入ってないのもたくさん、だっていらないからっていう、道路しかないし、道路は公共団体っていうかね、
まあで、まあ、たまにね、たまにやってくれる。でももっこりしてます。あ、そうなの。もっこり、だからその上もみんな歩いてってやってるんで、で、ちょっと駐車場があったりとかするとか、若干ロードヒーティングをしたりとかっていうのと、あと郊外、逆に郊外がやっぱり全世帯に駐車場全部あるとかなんですけど、そこは除雪してもらったりということで、僕も持ってる、札幌市がないところで持ってる、僕のアパートは8世帯で発電機ついて、雪踏んで、あちらに大川さんに、あ、はいはい、家が近いので、家が近い、あのなんと除雪の暖房とかの機械持ってます。はいはいはい、かっこいい、やりたい、やりたい、やりたいわけじゃない。冬になってね、冬季だけ除雪するから、ちょっと家賃上がるとか、そういうのはないんですか？ないんですか？同じでずっと。昔は、冬季除雪機とか、はいはい、ロードヒーティングライトもらってたんですよ。はいはい、もらってるとこもあったんですよ。うん、もらってるとどういうことになるかっていうと、うん、今すぐ年齢高いじゃないですか、うん、ちょっと親さんケチって雪残ってたやつ、ちょっとでも残ってると、はい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 、金払ってんのに、なんで時計とかさないんだみたいな形になるんで、まだもらえない、もらわない、もらわないで、ちょっと最初から若干高めにして、うん、で、あの、ちょっと薄くかけるとか、うん、なるほどですね、はい、またちょっと話が変わってしまう、先ほど新築の話だったんです、つい先日があるし、うん、あれの坪単価が我々にとっては信じられないぐらい安いんですよ。そうそう、その話聞きました。 RC60 って、え RC60 っていつの時代ですか、東京。いやいやいや、ないよ、ないっすよ、記憶に。 なんでそんな安いん、高めの、下手したら木造ですよね。いや、あのね、言ってみれば、モノコック箱式の RC は、うん、僕の記憶だと50万っていう時代もあったんですよ。うん、いや全然60は安くないですよね。なんでなんですかね。あれ不思議ですよね。不思議。なんか資材の値段って全国そんなに変わらないのに、場所が違うと単価があんなに違うって。一番はコンクリートだと思いますよ、ね。コンクリートですね。コンクリートはやっぱり協定価格があるから、札幌市が一番安いと、うん。全国でどうかわかんないけど、島内で言ったら札幌市。材料費も違うんですね、地区によって。普通に倍ですよね。うん、コンクリート協会ってある、うん、はいはいはい。で、協定組んでるところ、札幌なんかもがっちり組んでるんで、うん、そこでこう値段が。がっちり組んでて60万。逆にほら、そういうのってがっちり組んでたら上がるっていうのが女性さんって、うん、がっちり組んで下がってるってすごいですよね。いや、まあでも元々そう、うん、そうだから、ね、あのね北海道の方、札幌の方に行くと当たり前なんですよ。だから僕そう、こういうアパートマンションの仕事を始めたのは2006年とか2006年、はい、17年前ぐらい、うん、はいはい、その時 RC の4階建てで坪単価で多分出来上がりの工事原価でそこ32万円。マジっすか？マジっすか？それあれですよ。最近はもうないけど、建売り住宅の、木造の建売り住宅の単価ですよ。木造より安かったですよ。木造より安いんですか？ショックです。だから、で最近で、坪50万、税前でですよ。税前で50万とか。いや、高すぎるのかな、ね、東京は、ね、その仮に今ね、うん、おっしゃったその協定があるからって話だったら、不当に我々は払ってるという話になりますね。人口は当然、人口はね、まあ、確かにね、多少、それにしても多少ですよ、人口は倍変わってるは違うんですよ、ね、だって、まあ、でも設備とかも全然違うと思いますよ。いや、むしろ設備とかね、そう、札幌はきついと思う。きついし、断熱材とかも違うだろうし、うん、そうですね、サッシは二重サッシだし、そうですね、うん、こっちは二重サッシなんてありえない、まあ、断熱材はもちろん入ってますけど、うん、でもあれですよ、今、全国の、うん、あの分譲マンション価格って、はいはい、ここ3年ぐらいで上昇率ナンバー、上昇率ですよ、うん、上昇率ナンバーは札幌なんですよ、うんうん、まあ、上がってきてるってところですよね。だめちゃくちゃ高くなってきてて、食費の中で、まあ、やっぱ人件費が一番こう上がってきてるんですか、人いないから。そうですよね、そうなりますね。そこが圧倒的に。まあまあまあ、それはね、全国共通なんでしょう。多分半分とかなんじゃない、きっと。いや、でも、やっぱり全国、まあ皆さんから話聞いてますけど、60で RC 建てたっていうのはもう衝撃で。ありえない。つって。だから、いや、本当に安いですよ。北海道、RC 天国ですよ。まあ、家賃がその分、ついてこないですから。結局、それでやって 7% 回せたらどうかですよ。
まあ、まあそうですけどね、うん、なんかそこにこうなんか商売の種が生み出せないかなと思いますよ、ね、あその札幌でやってるのは、うんうん、僕もよくしてる建築屋さんが神奈川のどっか住宅屋さんかなんか買ったんですよ、はいはいはい、でこの北海道の壁式用の層をこっちでやろうかなみたいな話をしてました。だそういうやり始めたらね、うん、もしかしたらいいですね。でもね、うん、ちなみにその家賃がついていかないという話あったんですけど 1K、うんまあ、25から30ぐらいで、うん、大体ざくっと札幌市内の、うん、まあまあ駅地下だとどんな感じなんでしょう。まあでも平米大体1800円とか作るので、ね、めっちゃ安いよね。1800円、2000円から3000円ぐらいだからね、東京だと都合だから6000円とかする、うんうんうん、1800円から2000円、2000円つけたら高いっていう感じです。地下鉄5分くらいでね、うん、でまあそのスタンダードのものに関して言うと30平米ぐらいですか、 1K だと30で 1L 作りますよ、ね、ああじゃあじゃあ、やっぱりじゃあ 1K だと25ぐらい、25とかそんな、そうですね、あじゃあ変わんない、まあ、1K って作るんないです、 ないんですか、うん、まあ、文化がない、いや文化はあるんですけど、はいはい、もう広いので、やっぱ学生近いから 1K って言ってもちょっと、まあ、2K くらいにしろよみたいな、まあ、確かに僕の友人が今から20年前新卒で札幌に単身赴任したんですよね、うんうんうん、その時もすでに 1LDK でした、うんうん、33、まあ、さっきもちょっといろいろお客さんから相談できて33平米みたいなやつで 1LDK で管理費入れて一番高いところで6万5、6000円くらいが家賃、うんうん、ああいいとこじゃないのにもう値段的にはみたいな。でもそれでも上がってきてる家賃は上がってます。まだ昔のやつ、今上げて募集してる。なるほどね。家賃がでも圧倒的に違う。さっきだって、坪2万ぐらいとかあるでしょ、これ。ああ、そうですね。今さっきだって坪6000円とか6000円。3分の1以下ですよね。確かにありますよね。僕らから見たらね、だから、昨日は欲しいとこ、はいはい、溝の口で見せてもらって、これで14万で、築30年でも14万取れるのか。そうなんですよね。だから、そもそも40万、50万取れても、まあ、すごい、関東というか、東京近郊というか、首都圏の場合は、路線の格差っていうのが大きくて、こう同じ距離でも、この路線は高いけど、ね、この路線はちょっと落ちるとかっていうのがあるんで、なんとも言えなくて、個人とか高い路線ですからね、電都市線っていうのは、やっぱり。僕らはその普通に30平米とか、うん、まあ、ボロいやつ買って直そうって言っても、うん、3万6000円、まあ、生活家賃代ぐらいで、ちゃんと直そうと思ったら、30万かかりますよね。うん、まあそうですね。まあ、そうですね。いくら安いって北海道が。うん、今、だいたいクロスも上がってきてるけど、うん、北海道で、まあ、いくらぐらいになってるのか。150円とか。そうか、10年。いや、僕らは、上がってきてるよ。はい、10年違います。10年違う。僕が、その古いやつ結構、ごめんなさい、面倒って言われたんですけど、うん、やらないんですけど、うん、昔は結構古いので、うん、その時って、ヘビ550円ぐらいだった。500円。550円は記憶にない。ない。北千住だってあるんです。ないですね。ないですか。550円はないですね。安さが届くの北千住の前に。ないですね。最初の記憶で700円いくかいかないか。あ、まあ、700円はちょっと前に700円ぐらいです、うん。だから10年違う、本当に10年ですね。今1000円切らないもんね。切らないです。うん、まあ、普通の、あの、まあ、町場にいる、まあ、不動産屋さんがエンドさんに見せる価格だと、2000円をちょっと切るぐらいです。うん、1800円とか。1800円で出したらもう、めっちゃ掘ってるみたいな感じで、ね。ああ、それが町場の不動産屋さんがエンドさんに見せる価格だと。そんなもんね。いや、でもそれで通用するんでしょ。ああ、通用しちゃいます。全く通用しないですよ。通用しない。とんでもないけど。いや、多分1200円ぐらいじゃないですかね。まあ、うちの出汁もそのぐらいなんですよ。ああ、うちは意外と安くやってるんで。まあまあ、1200、1600ぐらいが。いいとこかなって感じです。エンドの価格でね。安いな。CF も平米、ちょっと僕も単価ちょっと古いからだけど、ちょっと前は大体1900円とかですよ。平米でね。やっぱりね、ちょっと10年は大げさだけど。じゃあどこで商売するのがいいのかっていうのがもう、混乱してきちゃう。安いっすよ。ただでも家賃それでなして3万円かけるそうだから家賃安いのは結構きついのはそう、うん、だから僕らもそのもう2万台で、はい、もちろんボロ物件とかって結構買いたがるじゃないですか。そうですね、特に初心者さん、はいはい、でも1万8000の家賃だろうが、うん、
ボイラーとか見つまったら直さないといけない。それが貸し手の責任なんですよね。考えた方がいいよって言ってるんです、うん、僕のすごい仲いい関東の大家さんが、うん、今年北海道を初進、うん、まあ去年ぐらいからちょっといろいろ調査をしてて、今年北海道初進出して、うん、旭川のあたりとかを買ってらっしゃるんですよね。まあちょっと名前は出さないですけど、うん、でも正直僕としては、ま、もう心配でしょうがないです。大丈夫なのっていうところ、旭川ってどうなんですか、市場として。どのぐらいなんですか。あと札幌近郊で車で2時間ぐらいですよね。2時間ぐらいの行ける中ではまあまあ大きい都市なんですね、うん、っていうか北海道第二の都市ですよね。第二の都市だよね。札幌、そうなんだ。旭川は函館ですよね。あ、そうか、函館もありますね。まあその辺は斜陽の町で、まあ帯広あたりが元気なんだけど。帯広ね。だけど旭川っていう札幌のその近郊の中で行くと、多分手に入れられる物件で一番利回りが高い。だから結構賃貸系厳しい場所。あ、普通に探してたら 20% 台の物件もたまに旭川出てくるぐらいから。まだ。だってマイナス冬に2週。そう、だからそこなんです。僕寒いの。すげえ苦手で、旭川ってやっぱ広くて平野なんです。盆地なんて広い盆地ですよね。でも広い平らなんですよ、うん、で環状通りみたいなのがあって、はい、街中がこう便利なついてる、うん、人口そんな第二の都市だって30万人ぐらい、だからね、街がね散らかってるんですよ、うん、だから僕は嫌い、やりづらい街、やりづらい、だからここでやって商業施設なくなったらバーってなくなっちゃった。ちなみになんですけど、足立区の人口が75万75万人なんですよ、ね、なので約半分ぐらい。いやでもやっぱりその広さと面積、面積が全然人口密度が全然違いついるから、どのぐらいの広さ、どのぐらい広さは分かんない、それはちょっと難しいあれですけど、あのだって札幌確かに190万人いますよ。だけど隣接の江別市とかはつながってるけど、間空いてますから、ね、恵庭に行く途中、要するに繋がってないですか、聞いて。恵庭に行く途中に北広島もある。北広島もあるけど、もう山ばっかり。山。なんもないとか続いて、町だから、そうですね、こんな風にこう集約してないので。で、恵庭の向こうは千歳ですね。そうそうそう。いや、やっぱり難しいというか。まあ、旭川やるようによっては上手にやってる人いますけど、いますけど、簡単なエリアではない。なるほど、ね。じゃあ、だイメージ通りです。まず僕、寒いので。でも入り込んで、ね、入り込む。でも10年、20年ぐらい前ですかね、あの、うん、札幌に物件買うんだってね、東京の人が結構買ってる人いましたよね。今でもいますよね、はい、有名な会があるん、ね、ありますもんね、はい、東京札幌屋の会、関東です、ね、関東札幌屋の会とかありますもんね。結構あの東京の人でやりがちなのは、うん、こっち建物築30年でも全然問題ないじゃん、はいはい、札幌結構問題あるのが多くて寒いし、やっぱり寒暖があるから傷んでしまう、傷んでしまう、傷んで凍結するでし、結露もすごいとかになってきて、もう建物も例えば南沢市って、はいはいはい、これまた札幌と旭川の真ん中ぐらいですけど、尋常じゃないぐらい雪降るんですよ。清水さんは持ってますよね、闇座。へぇー。まあ、木は冷めてるぐらい積もりますよね。いや、本当に道路の脇、こんな感じです。へぇー。床、毎年、あれ、空き家になってたら潰れたりとか。ああ、そうなんだ。倒壊しちゃう。そう。で、そこも古い戸建て多いから、500万とか300万で買える戸建てあるんですよ。で、たまに、あの、出すと、ペッて、この前、向こうの人が買いたいですって来るんですよ。流行ってますからね。大丈夫かなって、ね。値段的にはどんないくらぐらいですか ?300。300とか。まあ、300だったら、お二人だったら、試しにやってみてもいいや。地平道、地平道発行じゃないですか。またほら、ブログのネタになる。やっぱり皆さんやってるんで、僕もこのキャリアの中で、ああ、札幌いいなって思ったことはもう1度や2度じゃないんですよ。でもやっぱり分からないエリアだし、うんうん、まあ何しろ寒いのが苦手なんで、うんうん、俺ちょっと無理だって何度もやっぱ挫折してますよね、うんうん、札幌で建てるあのやるんだったら新しいやつ、そうですね、あの駅地下のやつが、うん、まあ駅地下でしょうね、それもね、地下鉄のね、駅の近くですよね。楽しかった思い出いっぱいある、うん、札幌楽しかった思い出いっぱいあるんですけど、まあいろいろね、今日お話をお伺いしましたけど、またぜひねお話をお聞きしたいと思って、今度はあれです、賃貸フェアに来ていただきます、はい、その時でもまたね、ぜひお話をお伺いできればと思いますので、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、お疲れ様でした、どうもありがとうございました。